解説の霊夢です。アシスタントのマリサだぜ。このチャンネルでは、第二次大戦の兵器を中心に解説しているよ。この前 CIC1945 年4月号の記事を、いくつか紹介したけど、まだ興味深い記事があるから紹介するよ。なかなか一回で全部紹介しきれないからな。今回は、日本軍捕虜からの情報や、実戦から判明した。日本軍のレーダーによる防空システムの現状。アメリカのレーダーメンテナンス技術者についての、詳しいレポートを、紹介するよ。お願いします。まずは、この記事だよ。CIC の優位性を維持できるか？これは日本軍も CIC のような仕組みを、構築してきたことを思わせるタイトルだな。それはどうだったのか？こんなことが書いてあるよ。いくつかの CIC 誌に掲載された記事で、指摘されているが、戦争の初期において、我々はレーダー分野で日本に数州先行していたが、過去3年間でそのリードは大幅に縮小した。電子装置の使用によって、得ていることを示す証拠がある。これは特に、注目に値することではないかもしれないが、我々の優れた結果の背後にある理由は明白である。仮に日本が最終的に我々の技術的な性能と、効率性に追いついたとしても、人員の維持やその他の資源において、我々が努力を続け、さらにそれを増加させるならば、依然として我々が有利に、戦いを進めることができるということである。日本軍のレーダー技術について、割と高く見積もっていた印象を受けるけど、まあ、アメリカを追い越すことは、ないということなのか。続けてこんなことが書いてあるよ。日本軍捕虜や他の情報源より、次のような、結論を裏付ける理由がある。1、敵は、艦載レーダーの技術者と、交換部品の両方が不足している。捕虜となった、ある駆逐艦のレーダー操作員は、装置がしばしば動作しなくなるが、艦には交換部品がなく、修理は港に戻った時にしか、行えなかったと述べている。さらに、その捕虜によれば、2門以上の砲を発射すると、レーダー装置が、作動しなくなったとのことである。この情報は、フィリピンでの海戦で沈没した、駆逐艦アサグモの艦長である、別の捕虜によっても確認されている。彼は、艦にはレーダーの修理ができる者がいなかったと述べ、また、火器管制レーダーも、あまり効果的ではなかったと話した。結局レーダーがあっても、交換部品もメンテナンス要員もいないと、壊れたらどうしようもないよな。砲の発射の衝撃でレーダーが壊れた話は、戦記物の本で読んだ気がするよ。さらに続くよ。2、敵は経験豊富な、または、十分に訓練された操作員も、不足しているようである。この点については、ベケのパイロットが、この部隊の半数の機体に、レーダーが搭載されていたが、レーダーの訓練を受けている、無線手が提供されなかったため、レーダーは役に立たなかったと述べている。3番目の、最も重要な優位点は、我々の高度に発達した CIC である。このシステムは、船の通信システムや、様々な無線網を通じて、重要な情報を迅速に伝達し、情報を必要とし利用する、他の部門と CIC が、調整されているというものである。アサグモの艦長は、自分の艦には、我々の CIC に相当するものがなく、他の艦で使用されているのを、聞いたこともないと証言している。また、レーダー監視が、状況がそれを正当化する場合にのみ、連続して行われているとのことである。さらに、日本にはレーダーを中心とした、我々の防空システムに匹敵するものがないという、多くの証拠がある。レーダーを装備していても、常に稼働させていたんじゃないのか。前回紹介した、錦大艇による夜間攻撃迎撃の際にも、日本機は、レーダーをつけたり切ったりしていたという、報告がされていたよね。やっぱり敵の落胆を、かなり警戒していたのか？多分そうじゃなかったのかな。さらにこのような報告が上がっているよ。本報告書のいくつかの証拠は、スーパーフォートレス爆撃機司令部からのものであり、そこから、レーダー設備が、連続的に稼働しているわけではなく、視覚警戒網によって、警戒が発せられている可能性があるという、結論が導き出されている。この結論は、最初に RCM レーダー対策装置を装備した航空機が、目標に接近するとき、レーダー迎撃にほとんど遭遇しない一方で、後続の航空機は、迎撃を受けるという事実に基づいている。第7航空群は、航空機が接近した際に、敵のレーダーがしばしば停止し、その際にレーダーが最も有用であるはずの時に、機能していないと報告している。また、日本はファイターディレクション戦闘機の指揮統制を、発展させていないか、
もし発展させていても、それが効果的ではないことを示す証拠もある。SX-9 空母に6ヶ月間配置され、その間非常に活発に活動していた爆撃機飛行隊の指揮官が述べるには、その飛行隊が目標に接近する際、戦闘機による迎撃を一度も受けたことがないという。その接近はレーダー探知にとって理想的な高度で行われたにもかかわらずである。他の艦長たちも同様の証言をしている。結局日本のレーダー技術では、ファイターディレクションを行うまでには達してなかったということか。やっぱり PPI スコープのレーダーや IFF、CIC のような設備が整ってないと、地上や艦上から戦闘機を指揮するのは難しかったんだね。最後はこのように締めくくられているよ。この情報から、我々が過去の功績に頼って戦争の残りを乗り切ろうとしていると思ってはならない。むしろその略で敵がオペレーターや技術者の訓練に全力を尽くし、また海上での交換部品や修理施設の不足に対処していることは間違いない。我々の CIC や ADCC 航空防衛管制センターに類似したものの創設が進んでいることもほぼ確実である。しかし我々の学校は訓練プログラムを絶えず拡大近代化しており、これらの施設を最大限に活用し継続的な訓練を海上で維持するならば、 CIC データを全部門が迅速かつ効果的に活用することで我々の優位性を維持し、さらには向上させることができるであろう。良いチームプレイが我々のリードを保つのである。しかし良いチームプレイは自然に生まれるものではない。それは訓練、練習、そしてその訓練を賢く応用することの結果である。これは自分たちの技術が進んでいるからといって敵を侮るなという戒めみたいだな。月刊 CIC にはこんな戒めがたびたび出てくるよね。これは捕虜への尋問でいられた日本のレーダーに関する情報だよ。日本のレーダーに PPI スコープが使われていたのか。こんなことを話したみたいだよ。日本の捕虜となったある兵士が機関で勤務していた際、彼が描いた陰極戦艦の絵を通じて日本軍が PPI を使用しているという最初の証拠を連合軍に提供した。彼によれば機関には火器管制用に2つ、索敵用に1つの約3万メートルの探知距離を持つ3つのマーク2モデルに S バンドシステムが搭載されていたという。しかし対空火器管制のための高度測定レーダーはなかったと彼は語っていた。マーク2、モデル2の S バンドシステムというのは海軍の2号2型電弾のことじゃないのか。間違いないよね。このレーダーは A スコープだよな。このレーダーじゃなくて別の研究中のレーダーのことかもしれないね。間違った情報なんだな。次は艦船に装備されたレーダーのメンテナンス要員についてだよ。専門のメンテナンス要員がいたのか。専門的な訓練を受けたメンテナンス要員がいたみたいだよ。こんなことが書かれているよ。戦争初期から船舶や基地は新しい電子機器が搭載された際に困惑することがたびたび発生した。しばしば戦場にはその機器の用途や設置場所、開封方法、適切なメンテナンス手順を知っている者がいないことがあった。ほとんどの艦や基地は急速に変化する電子機器の新しい操作およびメンテナンス手順に追いつくのが難しい、あるいは不可能と感じてくるようになった。この問題は特に艦隊にとって深刻だった。海軍の任務部隊は巨大であり、長期間海上に留まるため、新しいレーダーを配備することは困難であり、それに加えてその目的、操作、およびメンテナンスについて、完全な指導を同時に行うことは、さらに難しかったのである。海軍の装備の急速な拡大に伴い、慣れない技術や原理を取り入れた、新しい電子機器が次々と導入され、それに比例して、資格を持つ技術者への需要も増大してきた。しかし、軍需工場では多くの人材が必要とされており、これらの技術者は徴兵制によって配属されたもので、様々な軍隊に分配される必要があった。その結果、艦隊は新しい電子機器の開発に追いつくのに苦慮していた。艦船に電子機器がたくさん積まれるようになって、メンテが追いつかなくなってきたのか。レーダーだけでも何種類も積むようになってきたからね。それでメンテナンスを行う専門職が必要になったことが書かれているよ。支援が手の届くところに艦隊が必要な技術的支援を得るために、艦隊を港に持ち込むことができないため、海軍作戦部長はこの問題を研究し、電子フィールドサービスグループが設立され、迅速かつ効果的な支援を提供することが約束されることになった。このグループは開発研究所、機器の製造業者、
及び現場の作戦部隊と、艦上及び陸上の部隊との間で、継続的な情報の流れを可能にする。グループの目的は、艦隊養成艦や無線材部門の将校が、必要な時にいつでも、艦隊や基地に対して設置、メンテナンス、及び操作の指導を、提供するのを支援することである。このグループは、船舶局の下で、海軍研究所のディレクターによって、設立された。特別訓練を受けた、海軍技術者が仕事を行う。このグループの技術者は、以下の要件を満たすために訓練されている。彼らは進行中の、研究開発プログラムに関する知識を持ち、製造業者と密接に連携してきた経験があり、海軍が戦闘艦や陸上に配備する、新しい機器を習得するために、実践的かつ効果的な支援を、提供することができなければならない。この中には、電気技師や、マサチューセッツ工科大学 MIT の、レーダー学校や艦隊音響学校などの、海軍学校の卒業生が含まれている。多くの技術者は、艦隊での現役任務から最近帰還しており、艦隊の問題に関する、第一手の知識を持っている。また、グループのスタッフには、製造工場や海軍学校で、艦上及び陸上のレーダー、無線、ソナー、及び航行援助装置に関する特別訓練が施されている。現在前線にいる技術者は多重通信、単一速波帯、多チャンネル、及び関連する通信装置に関する最新技術の訓練を受けている。他の技術者はレーダー対策に関して高度な訓練を受けており、また、早期警戒装置 AEW に関する訓練を受けており、これが艦隊に導入される際に、その装置と共に配置されることになっている。他の技術者は、対潜水艦装備や、潜水艦支援装備の開発に関して、局や研究所、製造業者と連携している。このグループの技術者の一部は、前線で新しい装備を設置し、それを操作及び、維持するクルーを訓練するために活動している。さらに、他の技術者は小物体探知及び、魚雷探知装置に関する訓練を受け、将来の任務に備えている。この簡単な概要から、このグループがこの任務に、完全に的確であるようにするために、どれほどの努力が払われているかがわかる。軍民一体で、メンテ要員の育成を進めていたんだな。メンテ要員の育成が急務だったんだね。さらにメンテ要員の役割について、詳しく書かれているよ。艦艇が艦熟公開を行う際、グループのメンバーが乗船して、クルーに電子機器の指導を行う。彼らは新しい開発に関する完全な情報を持ち、新しく不慣れな機器の性能を詳細に実演することができる。例として、最近、グループの技術者が第10駆逐艦隊に派遣され、無線、レーダー、ソナー、航行援助装置の設置を支援し、クルーに操作とメンテナンスを習得させた。技術者は航行中の艦船から艦船へと移動し、全艦隊で最高の性能を発揮するための支援をする。第10駆逐艦隊がサービスフォース司令官のいる港に到着した際、技術者は司令官に報告し、さらに艦上での任務を続行するか、あるいは別の任務に割り当てられるために、本土に戻ることになる。このその場でのサービスの別の例として、グループの技術者が最近、太平洋艦隊司令官の命により、進出基地でのウェスタンユニオン多重装置、多チャンネル装置、無線方向探知装置の設置と、基地のスタッフへの操作、及びメンテナンスの訓練を行った。さらに、電子フィールドサービスグループは、前線地域における船舶局の対潜水艦潜航学プログラムを引き継ぐことに指定された。グループの技術者は前線基地に残り、すべての設置及びメンテナンスの問題を処理し、対潜水艦及び潜水艦支援装備に割り当てられたスタッフに技術的な指導を行う。技術者が直面した問題はサービスフォース及び船舶局に報告され、これによりすべての関係者が迅速に対応し、問題を解決することが可能になる。この双方向サービスにより、艦隊は電子機器から、より良い結果を得ることができ、その最適なサービス時間を、増やすことができる。事実上、このサービスは、すべての関係者が会議テーブルに集まり、すべての観点を検討し、問題解決のために、アイデアを共有することを可能にする。約6ヶ月間の任務を経たメンバーは、より最近の訓練を受けたスタッフに引き継ぎ、その後、自分たちの指揮官の元に戻り、任務期間中に行われた開発を、キャッチアップする。しかし、艦隊にいる間も、技術者は半月ごとのフィールドサービスノートを通じて、開発状況を把握し、技術の変化や手順について、多くの情報を艦隊スタッフに伝えることができる。さらに、グループの本部は、
現場のスタッフと連絡を取り合い、海上で直面する問題の解決を支援する。全体の計画としては、グループのスタッフが必要に応じて、艦船から艦船へと移動する予定である。彼らには二つの役割がある。A、新しい機器の操作及びメンテナンスについて、船員が知るべきことを教え、技術を実際に監督付きで、デモンストレーションすることで、艦のオペレーターが自ら習得して、作業を続けられるようにする。この実践的な方法によって、海上の部隊は、最新の電子知識とメンテナンス、及び操作手順を維持することができる。B 艦隊が直面している機器の使用、及び維持に関する問題を直接研究することで、これらの技術者はサービス機関に対して、機器や手順を改善するために、何が必要かを報告することができる。この情報は、フィールドからの公式レポートで、または技術者が交代する際に、直接伝えられることになっている。エレクトロニックフィールドサービスグループを使用する、すべての指揮系統に対し、これらの報告を、速やかに送付するよう推奨されている。これにより、問題が可能な限り、早く解決されることが期待できる。海軍のサービス部隊は、エレクトロニックフィールドサービスグループを、直ちに利用するよう招待されている。ワシントン DC の、海軍研究所エレクトロニックサービスグループ司令官に、宛てた手紙、電報、または電話による依頼は、即座に検討される。この依頼が、艦隊を直接、または間接的に支援するための人員を求めるものである場合、そのリクエストに応じて利用可能な人員の範囲が決定される。メンテ要員も新型の機器とか、既存の機器のアップデートに対応するため、技術習得するのが大変だったみたいだな。この頃は、電子機器の進歩が著しかったから、ついていくのも大変だったのかもしれないね。しかしワシントン DC の司令官に直接依頼できたのはすごいよな。現場の声を直接上層部に届けて、迅速に対応していたということだね。今回もご視聴、ありがとうございました。